はいこんにちは大竹誠です、えー、今日は十一月の七日えっ、ー、とどうし紹介ですか今日私の目の前にいるのはい武田佐哲です、うん、よろしくお願いしますはい、えー、今日は小島慶子さんがお休みで、うんえー、佐哲さんと私とそして私の隣はこんにちは文化放送アナウンサー砂山慶太郎ですお願いします、はい、よろしくお願いします、えー、男三人です、えー、はいたまにありますねこのパターンね、うん、ありますね、えー、はい えーと今日はなんだか、うん、いいような昨日の夜から雨が吹きつけるような感じで,で、ねえー、なんか生ぬるい、それでも温度は27度、うんうん、いやーどよんとした感じ、ね、あ,あ,あんまり気持ちのいい感じじゃないですよね。うんうん、あのー、私この私こ間の 文化放送のはい浜松浜祭りで結局結構持ったなとか思って持ったな持ったなはいいんですけど体力うん体力それでだいぶ上がりましたからねで年取ってくるとあのそのき一昨日昨日あたりはあんまり俺結局疲れてないなと思って疲れ知らずだなと思ってどう思ってへえと思ってたら今日ああ 3日遅れ,日遅れもう筋肉痛みたいな感じで疲れももう不思議であの時にすねしばらくちょっと走ったりしたのね台の上でね暴れてたのね、うん、そしたら、まあ、前にも話したけど、うん、走る筋筋肉肉と歩く筋肉違うん違うじゃあ使ってない筋肉使ってだから歩くたんびに、うん、その使ってない筋肉の方に響く。はははいはい、はい それが今今日来えっと肉体的にはそんなもんだけどこうまあ続きだけど起き上がったりしゃがんだり伸びして疲れるというどうしようもないなかなかあのね俺伸びが大好きなんですよ。伸伸びびたたいい 伸び嫌い嫌いですか？伸びたいですよ。伸びたいでしょ。ケタたいす。たよ。伸びたい積極的に伸びたいですよ。あの年伸びがね、いやね猫の気持ちがわかるね。あの起き上がったときに背中伸ばすでしょう。いやいやいや、伸びはね本当に気持ちいいなと思って。その伸びがねしんどいんだよ。伸ばしたくない。伸ばしたくないっていうかね。 そんな体の状態固ままっっちゃてすよね先週金曜日が浜祭りで昨日の月曜日でね出演者が浜祭りを振り返ってましたけど本当僕リスナーとして言わせてもらうと僕もあ後で聞かせてもらいましたけど何やってるか本当に分からなくてね聞いてて「何なんだこの人たちは」っていうのがずっと続いてましたけどね。 文化人の方でもそれでも勝手に頭で補いながら映像化しながら楽しんでましたけどいや撮影すんなんかどうですかこうやってちょっと違うかな目の前にいるお客さんがいるパネルディスカッションみたいな時と全然ねラジオで観客のいない時とやっぱどうですかどうですかって比較対象にならないですよね浜祭りでの。 皆様のの振る舞いいとううはねでうでしょねもなんか砂山さんとか鈴木淳子さんがやっぱりいつもと違うこう声色というかすごい思いっきり声を出さないとこの場がしきれないっていう自覚が多分終わりになったのかすごい本気を出してるなって感じがしてそれがよかったですけどねいやだからねだから本当ラジオ聞いてらっしゃる方に申し訳ないと思って佐鉄さんが言うように何が何だか分からない。 うん、感じだと思,思うんだまあでもその別に聞きながら怒ってるってわけじゃなくて、うん「はい、仕方ねえねこいつら」と思いながら多分聞いてるはずですよリスナーの方はね。 君はね、両方だもんね、伝えるのとしかいとね、そうですね、正直言った出落ちと言われたものを、なんとか言葉にして伝えないといけないっていうね、引っ張なきゃいけない。できる限り描写しようと思いましたけど、最初の15分ぐらいでもう、早くも疲れが出てきたなっていう、あとでちょっと映像を見ると、これなかなか描写は難しい状況だったんだなっていうのがよく伝わりましたけど。うね 舞台の上に俺にいる、うん、舞台の上にいる俺に説明するのに、うん、もう俺の真反対向いて俺に呼びかけてましたからねもうみんな着ぐるみしてるから誰がどこにいるか分かんなくて、ね、大竹チームは右なんだと思って右に向かって話しかけてたら大竹さん後ろから「うん、お前どこに向かって話してんだよ」って <laughs> 素晴らしいですよいやいやいやでもあこのなんか、うん、やっぱね芸人はねなんか。 ちょっと受けも欲しいとかねいろいろ雑念がね頭の中を泳ぎるからねやっぱ欲しがっちゃうんですから欲しがるんですねまあでも伊藤四郎さんみたいな欲しがり方が一番あの的確だなと思うんだけどねピンポイントでピンポイントでなかなかあそこには到達できないなと思いつつ大竹さんやっぱり数打っちゃうんですか打ちますね数打ちますねあ あの突っ込まなくていいところに突っ込んできますね私は自分で思うんですけどここ行けるなと思ったらちょっと止め戸がなくなりますねだから慶太郎君の進行とかその意外と横からどんどん俺の声がね挟んで聞こえてたと思うけどもうでもただ反省会はやややっったたたんでで反省会もすりまし昨日やったんで。 あんまりもう反,省反省しない反反省省終わったら反省しないという反 <laughs> 反省省終わったら反省しないふう風にね <laughs>、はい、で1年後はまた忘れて同じようなことをやるということなんですがねまあそれでまあ来年ね体力が持つかどうかはね、うん、まだ全然分かりませんけども、うん、はいえー、とその上にね何で疲れるかっつったらね、うん、今日はね僕台車で来てるんですよ。うんあ 別の車本当の車がちょっと定期点検か何か入ってねこの3日間ぐらいねこの台車っていうのがねまあね業者の方はねなるべくいい台車をね用意しようっていう思いとそれから一番新しい車を持ってきて好きあらばこれに乗り換えないかとこんなによくなってますよっていう両方のあの 腹積もりがあるみたいで、ま1番いいのが届く。最新のやつが届くもうね。普段からね。もうあのデニーズのタッチパネルがね。うまく扱えない人間に全部タッチパネル。これはまずいですね。いや、もう全部タッチパネル。もうここを押して。だから、あのどっか行く先を示すのも。 タッチパネルで表示をこう、うん、なんていうんですか地図を出すのも、うんえー、ラジオを出すのもテレビを出すのも、うん、全部タッチパネル、うん、じゃあその台車の人は良かれと思って最新のものを大竹さんに提示したけど今もうちょっとやや不機嫌なんですね。うんうん、っていうよりか、うん、まあ走りがすごいすごいのねやっぱり、はい、新しいやつはすごいのね<ー>だけどあのね。 横幅にして一センチ、縦幅にして五センチ長いんですよ。それやっぱり違うもんなんですか。それだけじゃないんです。それだけじゃない。一つだけ注意してくださいって。前の車は前輪駆動って言って、前の車が曲がると。それだけで、こう曲がっていくっていうシステムなんですけど。一番新しいのは、前の車、車輪も曲がるんだけど。後ろの車も、タイヤも回る。タイヤもね。 曲がるんですよ。うん、だから要するに、まあ、それだと小回りがもっと効くっていう。なるほど、ほど多分ね、<ー>形にはなるんでるんでしょうけど、まあ、今までのハンドル操作からすれば、曲がりすぎるわけですよ。小回りすぎちゃうん。うん、だから今までの腹積もりでここまでかなと思ったところよりか、ちょっと深く曲がるっていうか、なるほどその辺の気の使い方。うん、うんうん、もうね、来るだけで。 こっちはただですね浜祭り疲れが3日後に来てるのに台車まあねまああのくるあのそんなにね、うん、そんなに「どうですか苦労しましたよ」って言ってるわけじゃないよは<笑>,笑ってほしくて言ってるだけの話だからねあまあでもそういうちょっと些細な変化っていうのが体が疲れてる時にはどっと苦労するっていがこういつもと同じなら別にいいんだけどま、うんうん、あ しかも自分の車ならね、ちょっとぐらいこすってもね、こすりゃしないけど、こすったところで別にいいけど、大車的車車、こすったりしたらねとか、それもちょっと気になるところです。それもしばらく続くんですか、まだ。えっと、2日ほどですね、二日、あと2日、金曜日、か水、木、金ですね、金まで続きますね。今今週週ななんんととかかかももううだら 決められたルート以外は走らない,ない。もうどこにも行い,い,い。<laughs> <な>できるだけバックはしない,い、ね。無理な小回りしない。はしない。ない商店街に入っていかない。はいないね、もう全部いろいろ決めてますね。金曜日までなんとか、ねはい、無事に。はい。お過ごしください,、はい。はい。ありがとうございます。えー、さて、えー、今日はね、まあいろいろ情報もたくさんあるんですけども、まあちょっとパー パレスチナとイスラエルのことがかなり気になって、うんえー、情報もねもうあふれててまあたくさんの市民の方しかも子どもたち、うん、もうどうしたら止められるんだろうと、うん、みんな必死に考えてるんですけどもまあ EU とアメリカもウクライナのことに関してるとちょっと ダダブルスタンダードみたいな形になってこ、うんえー、着状態の中で、えー、毎日ガザに爆弾が落ちて、うん、たくさんの市民が亡くなってる、うん、どうしようもないなと思って今日はこのメッセージを皆さんに聞いていただこうかなと思っております。はい、こちらの2009年10 2009年の2月にまあイスラエル最高の文学賞エルサレム賞というのを小説家の村上春樹さんが受賞してまあ現地エルサレムでまあスピーチを行った時のまあスピーチ原稿なんですけどそれを今日ここからご紹介していきたいと思います。 ちょうどこの賞を受賞したタイミングっていうのが、うんえー、2008年12月27日から2009年の1月18日まで、うん、やっぱりイスラエルがガザを攻撃するという事態があって、まあ、その直後なんですよね、うん、まあそのタイミングで村上春樹さんがこのエルサレム賞という賞を受賞した、うん、まあその葛藤みたいなものからまあスピーチが始まっていくんですけど小説家はまあ上手な嘘をつくことをまあ職業と。 していますと小説家はうまい嘘をつくことによって本当のように見える虚構を作り出すことによって真実を別の場所に引っ張り出しその姿に別の光を当てることができるからですしかしそのためにはまず真実のありかをまあ自分の中に明確にしておかなくてはなりません。それが嘘を うまい嘘をつくための大切な資格になります、うんはい、なんですけど今日私はここで嘘をつく予定はありませんできるだけ正直になろうと努めます、うん、まあこうやって語り始めて、うん、正直に申し上げましょう私はイスラエルに来てこのエルサレム氏を受けることについて受賞を断った方が良いという忠告を 少なからざる人々から受けました、うん、もし来るなら本の不買運動を始めるという警告もありましたその理由はもちろんこの度のガザ地区における激しい戦闘にあります これまでに1000人を超える人々が封鎖された都市の中で命を落としました国連の発表によればその多くが子供や老人といった非武装の市民です私自身受賞の知らせを受けて以来何度も自らに問いかけましたこの時期にイスラエルを訪れ文学賞を受け取ることが果たして妥当なのかとそれは紛争の一方の当事者である圧倒的に優位な軍事力を保持しそれを積極的に行使する国家を支持しその方針を是任するという印象を一 人々に与えるのではないかとそれはもちろん私の好むところではありません私はどのような戦争も認めないしどのような国家をも支持しませんまたもちろん私の本が書店でボイコットされるのもあえて求めるところではありませんまあ、こういう前段の後、うん、まあ本当にメッセージに入っていくんですがここからちょっと3人で、はい、え朗読をしていきたいと思いますまずは佐哲さんからお願いします、はい しかし、熟考した後にここに来ることを私は改めて決意いたしました。その一つの理由は、あまりに多くの人が行くのはよした方がいいと忠告してくれたからです。小説家の多くがそうであるように私は一種のへそ曲がりであるのかもしれません。そこに行くな、それをやるなと言われると、特にそのように警告されると、行ってみたり、やってみたくなるのが小説家というもののネイチャーなのです。なぜなぜら、小説家とといいうもも、ののは、どどれほどの逆風が吹いたとしても 自分の目で実際に見た物事や、自分の手で実際に触った物事しか。心からは信用できない種族だからです。だからこそ、私はここにいます。来ないことにより、来ないことよりは、来ることを選んだのです。何も見ないよりは、何かを見ることを選んだのです。何も言わずにいるよりは、皆さんに話しかけることを選んだのです。一つだけメッセージを言わせてください。個人的なメッセージです。これは。 私が小説を書くときに常に頭の中に留めていることです紙に書いて壁に貼ってあるわけではありませんしかし頭の壁にそれは刻み込まれていますこういうことですもしここに硬い大きな壁がありそこにぶつかって割れる卵があったとしたら私は常に 卵の側に立ちますそう、どれほど壁が正しく、卵が間違っていたとしても、それでもなお、私は卵の側に立ちます。正しい、正しくないは、他の誰かが決定することです。あるいは、時間や歴史が決定することです。 もし小説家がいかなる理由があれ壁の側に立って作品を書いたとしたら一体その作家にどれほどの値打ちがあるでしょうさてこのメタファーは一体何を意味するのかある場合には単純明快です爆撃機や戦車やロケット弾やこれ白リンんですかね、うん いや機関銃は固く大きな壁ですそれらに潰され焼かれ貫かれる非武装市民は卵ですそれがこのメタファーの一つ意味ですしかしそれだけではありませんそこにはより深い意味もありますこう考えてみてください我々はみんな多かれ少なかれそれぞれに一つの卵なのだとかけがえのない一つの魂とそれをくるむ脆い殻を持った卵なのだと 私もそうだしあなた方もそうですそして我々はみんな多かれ少なかれそれぞれにとっての固い大きな壁に直面しているのですその壁は名前を持っていますそれはシステムと呼ばれていますそのシステムは本来は我々を守るべきはずのものですしかしある時にはそれが独り立ちして我々を殺し我々に人を殺させるのです冷たく 効率よくそしてシステマティックにはいえっ、ー、とこれはケイタル君何年のメッセージですか2009年2009年、はい、そうですね、えー、もうずいぶん時間が経ってますけどもそれとこれはあれですね、えー、イスラエルに招待されてそうですね、えー、イスラエルの文学賞を受賞してはい 社会における個人の自由に貢献した文学者に贈られる賞、うん、というのを、村上ささんが受賞されたととっても皮肉な、ねえー、文章で、皮肉がなんていうんですか、聞いているというんですか、うんまあ、このイスラエルがに行って、イスラエル側を批判するというメッセージですね。うんねまあ、大竹さんのの、ねうん、読まれたこの、うんうん ここに硬い大きな壁があり、そこにぶつかって割れる卵があったとしたら、はい、私は常に卵の側に立ちますというのはね、うんうん、本当に当時大きく報道されましたね。うん、まあ本当にまあ前段のね、須山さんの説明にもありましたけれども、まさに本当に今と同じようなことというのはずっと繰り返し起きてしまっている中でのメッセージだったということですよね。はいはい、もうこのイ,イスラエルとパレスチナのねガザ地区への攻撃を見ていたら。えー まあヨーロッパもダブルスタンダードアメリカもダブルスタンダードね日本はどうするのかいろんな意見がありますけどもえとだけど一番もう言わなくちゃいけないのはもう市民を殺すなとダメでしょ子供殺しや、何千人もの子供もがねこんなことしていいわけないってことは誰もが分かっているのに。 村上さんのおっしゃる通りシステムが、うん、この上に立ちはだかるシステムが人の命をものともしないと、うん、虫の虫けらのように人の命を扱うでシステムは我々が作ったものだ。うん これは作ったシステムは我々はもうそのシステムに巻き込まれているっていう話を村上さんはされてるわけだけども,、うん、もういつまでもこんなことがあっていいわけじゃないっていうことをね番組でももう現場の悲惨さを伝えたりも水がない食料がない燃料がないってもう伝えてるのももう,もう,も,うもう毎日ね、うん、そんなことばっかし伝えなくちゃいけないっていうね 伝える側も辛いし、えー、まあ今日もこの後問題に慶太郎君が新聞に出た日本政府はどういう態度を取るのかという話をしてくれますけどもまあ日本政府もこうアメリカにいろいろな意味で気を使いながらの外交を展開しているようですけどもやっぱりここは一つの国家ですからね国ですからね。うん まあど,どの立場に立ってどこをちゃんと守るのか、うん、人の命、ね、システムが大事なのか人の命が大事なのか一生懸命考えて、えー、この国の立場を表明してもらいたいと思いますよね、うん、はいイ太郎君、いつもの通りに進めてくださいはい。はい えまず東京新聞、こちら、特報部ですね、うん、地方議会から待った紛失とあります、はい、え来年秋に現行の健康保険証を廃止して、マイナンバーカードへ一本化する政府の方針に対して、地方議会から待ったの声が相次いでいるというんですね、うん、去年秋以降、全国のおよそ90の地方議会から反対や慎重な対応を求める意見書が国に提出された。 静岡市議会は10月自民党会派が主導する形で来年秋の廃止にこだわらず国民の理解を得るよう求める意見書を採択した、うん、地方からの声に政府は耳を傾けるのかとあります、うん、まあ実際にこのマイナンバーに関して地方の方からまあ国にこの意見書がたくさん出ているというんですねこういう相次いでいる事態について東北大学の河村淳教授政治学の先生は マイナンバーカードなどデジタル化に際し政府は便利だからという理由を掲げて地方に強制しトラブルがあれば責任を押し付けてきた合意を得るための丁寧さに欠ける進め方に対して反発が生じていると説明するとでその背景にあるのが国会議員と地方議員のコミュニケーション不足だと。 えー、かつては意見書が出される前に政権与党の議員に地方議員の声が圧力となって抑止力として機能していたんだけど意見書を提出しなければ政府に伝わらないと、まあ、地方議員が考える視点で岸田総理をはじめとする国会議員の聞く力が低下しているんだろうと書いてあります。 あ,のあれだよね、まあ、地方の声っていうのは今までそんなに大きく聞こえてこなかったんだよね、どこの県が出そうと、どこの自治体が出そうとね、それはなんか、まあ、ちょっと前までは、まあ、声を出す必要もなかったっていうか、うんえー、地方はこう中央の言うことを従ってれば、あのこの県もまあ国からの,、ね、あの補助金っていうんですか、うんうん、そういうのも出るし、逆らう必要がなかった。だからここに来てちょっと ちょっとと待てよ自民党の静岡は自民党会派から出た。マイナンバーの件はね後でもっと言いたいこ題のところでもやろうと思うんですけどこのマイナンバーカードを地方自治体がどれぐらい作るのか交付率がどれぐらいかによってそれこそどれぐらいお金まくかを変えますよみたいなことっていうのをずっとやってきたわけですよね。むしろ国とと地地方域が一体なって こう進めましょうというよりも、国側がこの地域地方に対して、お前たちのところどれぐらい交付率アンダー上げてきなさいよっていうように。一方的に投げるっていうことをずっと続けてきたわけですよね。でも、それでもなかなかアップ上がらないし、まあ、後でまたデータとして出しますけれども、今、その。まあ、マイナ保険証が医療機関でどれぐらい使われているかっていうと。先月のデータでえー、えっと、四点五パーセントなんですよね。はあ。 4.5%で来年秋にまあ事実上と彼らは言ってますけれどもまあマイナ保険証を一本化しようというふうにしてるわけで保険証の廃止河野さんなんかもいやあの心配はしてませんというふうに言ってるんだけれどもこれだけ時間かけてで3月の段階ではほぼ全国民に行き渡りましたよというふうに言ってじゃあ実際どれぐらい医療機関で使ってるかっていったら4.5ですよ。 使う,使う人たちが5か月連続でそ,うんそ,うんその状況の中でやっぱりこういうふうに、ねうんうん、地方議会そしてまあ自民党の会派から、うん、これはおかしいんじゃないのって出てくるってことはまあよほどのことだっていう外国ではマイナンバーカードみたいなものをいろんなものと紐付けるのはたくさん紐付けちゃダメだと、えー、まあこれとこれぐらいは紐付けていいけどみたいなので、うん、まあ保険証と紐付けてるところは、うん。 まあ選択性にできるようにするってことですよね。それはもういろんな人が言ってますけどそれをとにかく言わないそれをそういう形にできるようにしようとしたいっていうのが、うん、もうずっと政府のこだわりですよね。ははいい次です、はい えー、そして、まあ、先ほどもお伝えしましたがガザの情勢ですねこちら、東京新聞です、えー、民間犠牲見えない停戦とありますが、まあ、ガザの死者がまあ1万人を超えて、うんえー、不明者が2260人そして避難者が150万人という中で、えー、この避難している方々の状況ですねガザでは水や食料燃料が極度に不足し避難生活を送る市民はおよそ150万人に上る。 マハ・アハメドさん37歳は南部の自宅を失い今は一部屋16人で生活する1リットルの水を求め空爆の恐怖にさらされながら仮設の水汲み場に一日中並ぶ戦争を終わらせてと声を震わせたと、うん、まあこういう中でガザ南北を完全分断イスラエル停戦改めて拒否共有、うん、こういう見出しも出ています。 イスラエル軍報道官は5日りイスラム組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザ地区を北部と南部で完全に分断したと表明したとネタニヤフ首相はハマスが人質を解放しない限り停戦はないと改めて明言ハマスの中核拠点と見られる北部ガザ市の包囲を完了した軍は民間人の犠牲拡大に国際社会の非難が高まる中ハマス徹底相討へ空爆や地上侵攻を強化したとあります はーいえー、と日本の立場はどうで,しょうそうですかうね、ちょっとその前に1つ、ヨーロッパを挟んでからいきたいと思うんですが、信頼損なう、まあ、欧州の二面性、こちら、朝日新聞のヨーロッパ総局長の杉山さんという方が書かれています、えー、ガザの人道危機が深刻化して、欧州首脳らの発言に人道や支援の必要性が強くにじむようにはなった、だが首脳らからイスラエルを強く直接、いめる言葉はほぼない。 イスラエルには国際法と国際人道法に沿った形での自衛をする権利がある決まり文句として使われる言葉には人道危機を止めようとする意思は感じられないヨーロッパの姿勢には歴史などさまざまな背景もあるとで、まあ、実際ヨーロッパに住むモロッコ系だったりイスラム教徒の方というコメントが載っているんですが、えー、ヨーロッパはホロコーストの罪悪感からイスラエルを止めようとしないとかですね えー、そして人道主義は強者の都合でしか適用されないとか、えー、さらにはイスラエル批判かパレスチナ寄りの発言をすれば新テロリストや反ユダヤのレッテルを貼られるそれが今のヨーロッパ社会の空気だ、まあ、こういうコメントも載っていて、えー、ヨーロッパはロシアによるウクライナ侵攻で人道主義といった不反普遍的な 価値を価値観を掲げロシアを厳しく非難したハマスのテロへの強い非難も一貫していたにもかかわらずガザをめぐりその普遍性は揺らいだヨーロッパは EU は近年中東和平に積極的だっただが公平な仲介者のイメージは著しく損なわれたとあります。 はい、はいえー、それに対しての日本の立場です,ですねえー、こちら朝日新聞です、えー、中東でのバランス外交厳しい現実上川外相を問われる手腕とあります上川外務大臣は2日から5日の日程でイスラエルパレステナ自治区そしてヨルダンを訪問しましたパレステナ自治区ガザ地区を実行支配する イスラム組織ハマスとイスラエルの軍事衝突が激化する中日本のバランス外交は厳しい現実を突きつけられた日本が議長国として7日8日に東京で開く主要7カ国 G7 外相会合で事態の沈静化の糸口を見出せるのか上川氏の手腕が問われるとあります日本はイスラエルパレスチナ双方に配慮したバランス外交を続け上川氏の中東訪問での言動もその延長線上にある ただし日本はガザ地区への空爆などイスラエルの攻撃については国際法に違反するかどうかの評価を避けているウクライナ情勢などをめぐり G7 議長国として法の支配の重要性を強く訴えているのと比べると対照的な振る舞いだ。今回のの上川氏の中東訪問も 局面打開に結びつくものではないしかし7日に G7 外相会合が始まるのを前に上川氏は現地に足を運び対話するからこそ日本の言い分の重みも増すと考えている、うん、人道的な戦闘の休止の実現に向け G7 でどれだけ具体的な道筋を描けるのか上川氏の中東訪問の成果はこれから問われることになるとあります、はいえー、今日明日で G7 の外相会合ですね、うん、東京で行われます。うんうん う,ん、うんまあ、どうなんでしょうね、まあ、まあ、両方の国に気を使いながら、発言をしているという。うねまあ、ヨーロッパは確実にイスラエル寄りというような空気の中ではあって、民衆のデモなんかでは、それに対する、まあ、デモが起きてたりという事態ですけど、まあ、日本は、 まあ一応、バランス外交ということではありますけど、果たしてここでどういう、まあ、いわゆる声明だったりをこの外相会合で出せるんでしょうかというのがまあちこちの国ですごいデモが、ねうん、行われているという情報も入ってきているけれども、先が見えないと、定さえ見え見ないといとう状態だね、うんうんまあ、連日、いろんなこう映像とかニュース入ってきますけど。うんうんうん まあその難民キャンプも爆撃されたりあるいは病院も爆撃されたり救急車まで爆撃されたり、うん、でもその時にいつもこうイスラエル側はこれはハマスの関係者が乗ってるからだとか病院の入り口があるトンネルがあるとかっていう、うん、まあそのハマスが関わってるっていう言い方それは頭に乗っけることによってもう どこでも爆撃するっていうことを続けているわけなんでこれが悪化していくとねさっきそのまあ水を得にいくにも本当にその爆撃に震えながら行くっていうようなニュース出てましたけれどもでもこれをずっと続けていてそれに対してある種こう中立的な見解を続けているとまさに本当にこれ民間人の人たちがずっとこう亡くなり続けるっていう状況が続いてしまうわけですもんね,、はい、ね。 えーっとそこにはねあのハマスが関係しているって言うけども5歳6歳の子供がハマスに関係してるわけないでしょ。うん、関係してもしいたとしたってダメでしょそんなことしちゃう、うん、殺傷なんかしちゃう、うん、そのもう本当人がちゃんとまっとうに人道的に生きる基本が、うん、やっぱしなんかこう。 かけてるる感じがすこの朝日新聞の記事に上川さんがヨルダンでねガザ地区に帰れなくなったパレスチナの中学生と話したとそのうちの中学生の一人が上川大臣に「この戦争を止められるのはあなたのような立場のある人だ」ということをはっきりと訴えてるわけですからね。こうううい言葉にど と逆な言い方すれば、うん、立場のある人が命がけで止めなくちゃいけない戦争だよね。ねうん、はいさあ今日も始めましょう。